さて、よし、サイラス。おや、これは。これは。なるほど。これは。いや、これは。Thank you.
それは。サイラスさん、
サイラスさん、イボンの言う通り、あなたは本当に優秀な学者のようですね。上辺だけの言葉は結構だ。心からの賛辞だったのですが、それが伝わらないとは残念です。しかし、あなたが黒幕だったとは。大方イボン学長もあなたの手駒だったということか。ご明察。彼を学長に据えたのもこの私です。もっとも、あれほど自己顕示欲が強いと思ってはいませんでしたが。それはあなたに人を見る目がなかったということだ。その意見は甘んじて受けます。さて、本題に入りましょう。あなたは変獄の書を追うことで見事に私のもとへたどり着いた。その知識量、洞察力、そして何よりも知りたいと絶望する学者としての知的欲求の強さ。あなたが変獄の書を追う中で見せたそれらの能力を私は高く評価しています。どうです、サイラスさん、私と手を組みませんか。くだらない。この後に及んで口をついて出るのがザレ事とは恐れる。ザレ事？学者とは思えない言葉ですね。あなたはこの建物の壁画に何を思いました？あの書庫にあった蔵書の数々に心惹かれなかったのですか？何も思わなかった。そういえば、確かに嘘もない。そうでしょ？そう、これらを見て心が踊ったはず。知りたいと思った、紐解きたいと思った。謎を、知識を目の前にした時、抑えきれない知的好奇心に身を焦がす。その情熱に身を委ねられる者こそ真の知の探求者と言えるのです。あなたもそのはずです。私のように。この手を取りなさい、サイラス。共に世界の真理を解き明かしましょう。断る。なぜ断るのです？知識を得たくはないのですか？謎を紐解きたくはないのですか？あなたならば私と同じ場所に立てると。それだよ。何ですって？あなたならば、その言葉が気に入らないな。別に私でなくてもよかったはずだ。例えば、イボン学長は。話になりません。彼にそんな才能はありませんでした。
せいぜい駒使いに使える程度。とても私と同じ思考には至れない。なぜそう決めつけたの？未来はわからないだろうな。なぜあなたは彼に教えようとしなかったんだ？教えるですって。そうだ、自分と同じ場所へと教え導けばいいだろう。バカな、そんなことありえません。凡人は何をやろうと凡人です。秀才もまたいくら努力しようと天才の高みには届かない。あなたも理解しているはずです。天才であれば。そこがあなたと私の違いだ。私はあなたほど人に絶望していない。過去を探り、今を学び、未来へつなぐ。そのために知恵を磨くのが学者だ。知識を得て謎を紐解き、あなたはその先どうするつもりだ？どうせ天才にしか理解できない。そう言って墓場まで持っていくのか？凡人だ、秀才だ、天才だ、そんな言葉は逃げだ、ルシオさん。知っているとか知らないとか、そんな差で区別しないでもらいたい。知らないものへ知っているものが教える。間違っていることは答えを知るものが正す。その積み重ねの先、人はさらに高みへと進んでいく。きっと私の生徒は私より先へと進んでくれるはずだ。その時彼女たちが何を知るのか、私はそれが楽しみで仕方ない。もう結構です。あなたも所詮はただの人。結局はそこで終わりなのですね。他人に足を引っ張られ真理に至らず死ぬ愚か者だった。これは変国の書の記述をもとに私が完成させた結晶石。私はこれを使って人を超える。人の短い寿命では決して叶えられない全てを知る時間と力を手に入れる。せめてもの慰めです。この力の実験にあなたの命を使って差し上げましょう。未来にかけることが愚かなら、私は愚か者でいい。だが、一つ約束しよう。私はこの戦いを生き延び、そして、変国の書を紐解き、あなたと異なる答えに至ってみせる。と。人の未来には希望がある。そのあなたに教えてあげよう。負けるわけにはいかない。私の出番だな。頑張ります。癒
私も奇跡を与えたな。なかなか考えがいがある。コングレアルクス、踊ろうかしら。負けません。癒しの奇跡を与えたな。狙い撃つ。やっ、出番。やっ、さあどうだ。なかなか考えがいがある。えっ、どう動く。ターン。行くわよ。黒鳥の舞。それでは、しっかり狙い撃つ。サミダレよ。これでどうす。どうで。これでどうす。出番。やっ、私の出番だな。サミダレよ。どう動く。サミダレよ。出番。行くわよ。さあ、それか。癒しの奇跡を与えたな。集中していこう。あれ、これ、これ。頑張ります。クジャクの舞。行くぞ。雷天将ブランドよ。行くわよ。さあ、いらっしゃい。使っておこう。狙い撃つ。サミダレよ。負けません。癒しの奇跡を与えたな。
さあ、どう出る。コングレアルクス、行くわね。踊ろうかしら。コングレアルクス、狙い撃つ。使え。頑張ります。あっちに行きます。聖火神エルフリック、かかってこい。はっ、コングレアルクス、コングレアルクス、コングレアルクス。授業はこれで終わりだ。私はあんなんだ。ああ、踊りましょう。Thank you.
すわよ。授業の時間だ。頑張ります。どう動く？ほうほう、なるほど。ほうほう、なるほど。なるほど。なるほど。
さて。あ。そして。ああ、そうか。いや。さて。ほうほう。先生、先生。ここだ、ここだよ。また古代の書物を訳すんだ。これでもまだ足りない、半分くらいかな。これで半分ですか？実に面白い。とある地方のおとぎ話に門に関するものがあってね。もしかしたらこのおとぎ話の門も壁画と同じかもしれないんだよ。それで民族学の本まで。そう、多角的に物事を眺める、学術における基礎の基礎だよ。おっと、いけない。君が呼びに来たということはもう授業の時間かな。はい。先生、遅刻ですよ。申し訳ありません、メアリー殿下。さて、
それでは生徒の諸君、今日の授業を始めるとしよう。輝ける知識の著者であり学者、スサンナ・グロトフの記した一節に、知るという行いに終わりはない。人は生きている限り毎日が学びの場だ。知り、知るし、そして語る。その連綿としたつながりこそが人の歴史であり営みだ。決して一人で世界を完結しない。知識もそうであるよ。だからこそ私は知るし語るのだ。己の知識が誰かの糧となり、より良き未来を築く助けになるように。これを読む君を、私の知識と経験が君の未来の良き礎となることを強く望む。